はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。富江様、テリーブーマー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援くださり誠にありがとうございます。政治活動資金の、させていただきます。ありがたく頂戴いたします。2月28日、2月の最初にですね、抗がん剤打ちまして、まあ、今月いっぱいで免疫低下、抗がん剤の効き目がなくなるだろうということでですね、2月28日の臨時本会議から豊島区議会私復活、一応カルテではですね、肺がん完全切除ってなってまして、その後3ヶ月にわたる苦しい抗がん剤治療も終わりまして、2月28日から2月いっぱいは大事をとって外出せずに、2月28日から復活しようと思ってます。街頭活動とかですね、街宣とかですね、あと支部長募集も、3月頭、2月28日本会議復活してから本格的に始めようかと思っております。しかし2月か、もう半年経っちゃったな。去年8月の健康診断でがん見つかりまして、肺がんで、その時は4センチのピンポン玉ぐらいにもなってたんですけれども、まあまあそこで見つかんなかったら、見つけてもらえなかったら健康診断でね、今頃死んでたんじゃねえのかななんて思うと、まあ感慨深いっていうかね、まあ、生きてんのが不思議な感じがいたします。2018年、3年前ですね、スパイ容疑で中国当局に逮捕され、懲役12年の刑で服役中だった70代の日本人男性が北京市内の病院で死亡。まあ一応病死ってことになってるみたいですけど、70代、3年前もう70だったのか、懲役12年。70の人に懲役12年。もうこれ死刑と一緒ですね。松野官房長官、誠に遺憾だ。中国側には抗議したって言って、まあ遺憾、遺憾って言ってりゃいいと思ってね。やっぱ中国赴任を会社に言われたら断固拒否が正解だよな、これな。日本政府もですね、遺憾で済まして、本気で助ける気なんか、全くねえわ。これね、抗議して中国に渡航禁止であるとかですね、中国人ビザなし来日は禁止すとか、あるいは中国からの来日一切禁止とか、いくらでも制裁できるのに何もしねえ。いかんだいかんだばっかり言ってね。だから政府は当てにならないってことで、自分の身は自分で守ってください。昨日も50代男性が上海で、やっぱりスパイ容疑でと捕まったってニュースありましたけれども、中国共産党は世界最大最悪の犯罪組織であること知らないですね。バカ経営陣がいるような会社の未来は暗いから、あるいは未来はないから、まあ、転職するなり、独立がおすすめであります。もし中国行けなんて言われた場合ですけどね。2月17日、昨日ですか。財務省発表。昨年の実質税負担率は 48.0% だった。コロナのせいで、分母の国民所得が減ったせいでーす。統計を取り始めた50年前の1970年以降で最大の重税になった。コロナのせいにしてるけど、コロナの前でもですね、44.4% の重負担であった。これコロナ前は 46.1% って数字私見ましたけれども、どっちが正しいのかな？まあどっちにしても重負担ですけどね。ネットの反応です。五公五民か。車なんか持ってたら 50% 超えるだろうな。少子化対策、大失敗。働くのが馬鹿らしくなる。江戸時代なら一気起きてる。平等貧困がしっかり進んでいる。
コロナばらまきの増税が待ってるぜ。労働者6860万人、年金受給者4040万人。なんか3対2になっちゃいましたね。これ大丈夫か、もうダメなんじゃないの。大体ですね、新規の会員から集めた金を古い会員に、あ、ということでですね、その古い加入者に新規加入者から徴収した金を配るってネズミ講そのものなんですよね。ですんで、そのなんつーのかな、会員が増え続けないと破綻するモデルなのに、なのになのに、まああの年金機構は独自にですね、株の運用とかで投資儲け頑張ってるみたいなんですけれども、もうちっとね、政府と癒着して株の取引で利益を上げることは可能でしょうよ。例えばですけど、ここの企業に今度こういう容疑でガサ入れ入っからとか事前に聞いてれば、そこの会社の株空売りもできるわけだし、あとね、今度こういうこの業界に有利な法律できるからって聞いてれば、その業界の株買っとけばいいわけだし、まあ年にね、あの 5% 株で運用できたら優秀だとは聞きますけれども、政府ともっと癒着してたら2倍3倍可能じゃねえの。したら新しい会員からひょっとしたら徴収しないでもやってけんだねえが、なんて私はちょっと思うわけなんですよね。見込みのない延命治療はやめるべき、本人を苦しめるだけ。これは私も感じますね。ちょっとね、あの保険であれだからっつって過剰医療が過ぎるんじゃないか。あと今の医学界、1秒でも長く心臓を動かしていることこそ正義っていう風になってますけど、答えはなんでそういう風にそれが正義になっちゃったかっていうと、そう考える方が楽だから。思考停止でそれに邁進してればいいから。人間が生きてる意味って何なんだろうなみたいな、悩まなくて済むからですよね。まあ実質税負担率って国保年金なんかも含まれますからね。あとあの車持ったら重量税だ車両税だってまた税金取られますし、私はあの幸い車持ってないんでそこは免れてますけど、あと実質税金だなって思うのは NHK ね。 NHK の受信料もテレビ投げ捨てて払わなければ実質税負担率には入んないし、あとあの労働組合に加入してですね、組合費これほど馬鹿らしいことないっすかね。この支出ね、労働組合に金払ったって労働者のために何もやってくれません。労働者の待遇に何にも関係ねえ、反原発だの救助を守れなんとばっかり一生懸命やりやがってね。しかし 48.0% ってご公ご民が目前ですよね。こんなんじゃあの未来に希望を持てませんよ、特に若い人。若者が結婚しないのも是非もないな、仕方ないなって思います。私20代の頃はですね、実質税負担率が 37% ぐらいでまだマシでした。その頃は、若者結婚しねえなーなんて話は今ほどは聞かなかった。まああの私は団塊ジュニアっていう世代でして、その辺からねだんだん結婚しないっていう方が増えてきた頃なんですけどね。まあ今の若者かわいそうです。これだからね、あのどうせ税金で取れっから稼ぎたくねえわ、消費しないわってなりますよね。辛い厳しい仕事でいっぱい稼ぐより適当な仕事で生きてるだけでいいやみたいな、んな贅沢もせずに、まあ、ミニマリストなんて言葉もね、断捨離なんて言葉も流行ってますけど、財務省ね、あの不況でも
セオリーである減税を頑なに拒否して実行しませんでした、景気が悪くなったら減税すんだよっていうのは経済学のセオリーなんですけどね。そのせいで30年もデフレが続きました。デフレって言いますけど、デフレイコール経済縮小のことですから、つまり経済衰退のことですからね。財務省にですね、たやすく騙されて言うほど聞いちゃって操られる自民党も共犯ですよ、これ。財務省官僚もですね、自民党幹部もですね、この重い負担が自分らの孫が苦しむ未来が見えないバカばっか。東大法学部出ててもバカばっか。地頭が悪いんじゃないか。お前らの孫が財務省官僚になれるとは限らないし、あと公務員財務省官僚になれたとしたって、そんなね、サラリーマンは工夫のしようもね、節税できねえ、自営業みたいに。まあガラス張りって言いますけどね。官僚に運良くなれてもなれなくても、お前らの孫が重税で苦しむんだから、重税すればいいかと思って。もう財務省は、増税省って名前に変えろ、思っております。昨日ですね、大阪市ヘイトスピーチ条例は合憲って、最高裁判決に朝日新聞が大喜びしておりました。早速、社説でですね、ヘイトスピーチ根絶への取り組みを推し進めなければならないなんて、上柄目線で偉そうな社説書いておりました。差別表現は人権侵害だ。根絶すべきだ。少数者の権利を守る社会を築くことが国自治体に課せられた重い使命だ。なんて内容のこと言ってましたけれども、ネットの話です。慰安婦捏造で憎悪を煽り続けた朝日がヘイトの根本原因。慰安婦詐欺の主犯が何言ってんだ。そもそもの原因が左翼と外国人が日本国民を煽ってくるからであって、まず日本ヘイトしている朝日新聞を規制すべき。まあ、規制中が朝日新聞根絶した方がいいんじゃねえか。外国人の犯罪を通名報道し続けている朝日に日本人は反発しているわけで、憎まれるようなことし続けてヘイトが根絶できるわけねえじゃん。お前らが理由なく嫌われてるわけじゃねえぞ。日本人へのヘイトスピーチを繰り返す朝日新聞社も根絶すべき。敵国で敵国語覚えて偽名使って生きるってどんな精神構造してんだ。まあこういうやつは朝日社員にも多いんじゃないか、テレビ局の社員にも多いんじゃないかと思いますけど、嫌い憎む権利を侵害してはならない。そうだよね、これ嫌いっていうのは権利ですよね。言うのもこれこれこういうわけだから私はこれが嫌いです、言うのは権利ですよね。外国人の人権はそいつらの政府が保障すればいいがな。全くその通りだ。嫌なら引っ越せばいい話でね。朝日はですね、日本人に対するヘイトスピーチを繰り返してますね。嘘800の慰安婦記事を7400本も書いて、憎悪を煽った自覚があって後ろめたいからね、必死で団体や個人の氏名を公表するっていう大阪市条例はですね、合憲ってだけの最高裁判決なのに、まるでね、最高裁がヘイトスピーチを禁止したみたいな書き方してね、記事全部読みましたけど、朝日記者の腕の見せ所だな、これを変更記事って言うんだな、結論先にありきでな、これ自分らが後ろめたいもんだからな。っていうよりね、書いたやつ自身が怖くてそう思いたがってんのかな。最高裁がヘイトスピーチを禁止してくれたって思いたがってんのかな、怖くて怖くて。いまだにですね、朝日の読者なんかやってる人は自ら騙されたがってっからね。まあウィンウィンということで、
朝日新聞買ってるような読者の日本人の比率ってどうなんでしょうね。結構な数の外国人も買ってると思うけどね。ヘイトスピーチ、つまり言ったり書いたりすることをなくしてもですね、憎悪は消えませんよ。だって嫌いで憎いんだもん、消えずに深く静かに蓄積しますよ。なんで嫌われ憎まれてるか自分らで考えろって、朝日新聞は特にね。モルゲッソよが懐かしい陣川五輪を余裕で抜き去って史上最低最悪の五輪と万人が認める北京五輪ですが、IOC 五輪組織委員会のなんて読むんだろうねこれ、ヤンって書いてあったかな、ヤン報道官、台湾は中国の一部と記者会見で言ってしまいました。で、IOC が政治的発言してんじゃねえよって批判されましたがけれども、 IOC 自体はだんまり中だそうであります。ネットの反応です。五輪も五輪憲章も地に落ちた。これを非難しない国は正義から程遠い。 IOC は金次第でして、バッハ会長自身が中共の工作委員、まあいっぱい金もらってんでしょうね。バッハ体制になってから背金主義が加速、 IOC と五輪の終わりの始まり。主要競技にはそれぞれ世界選手権があんだから五輪は不要、無邪気にですね五輪中継見せたのは遠い過去ですね。私にも子供の頃がありまして、私は子供の頃でも無邪気とは程遠い子供だったんですけれども、今の子供はこういうね大人の生臭さもネットで知ってしまって教育に悪いなーって思います。テレビしか見ないですね高齢者の方がよっぽど無邪気に五輪楽しんでんじゃねえの。放送を見てバッハ男爵はですね中国に銅像を建ってもらって5万円まあ IOC の会長じゃなくなったらねバッハがねすぐにぶち壊されて撤去されると思いますけれども、五輪無用論っていうのが多かったです。私もそう思います。こんな生癖大人の都合の祭典ね、欧州貴族のサークルが牛耳って閉鎖的かつ不透明そのもの、何でもかんでも金で動いてね、それぞれの競技にですね世界選手権があるんだからそれでいいんじゃねえの、それだとテレビが放送してくれないって言ったらネット配信でそれぞれやればいいんじゃねえの、パソコン1台あればいいんだから、昔とは違いますよね。靴沢案なんですけど五輪に代わるですね帝国競技会を日本が主催してやれって、2年に1回とか3年に1回ね、で帝国の威信を示せ、いうことですね。2年に1回とか3年に1回とかでいいからさ、ちょっと4年に1回は長すぎるよ。メンテ費用が出せなくてですね、なんとか競技場とかなんとかスタジアムとか放棄されちゃうじゃないですか。それが放棄されない程度の頻度で帝国競技会開催しろって、で10年ぐらいやったらですね伝統にもなるし、権威は金で買えばいいと思います。1位に1億円とか2億円とか3億円の賞金出せば世界中のアスリート目指すでしょ帝国競技会をね。夏季競技会冬季競技会あるんだから代わり番号にやって毎年のようにできますしね、したら施設も放棄しなくて済むんだわ、使い続けられるからね。世界中のアスリートがですね帝国競技会に出るのが夢ぐらいにできたらですね、実は安保にもとってもいいんですよ。日本でやる競技会をうちの国の選手が楽しみにしてるから日本はちょっかいかけらんねえな、攻めらんねえな、でねそんなことお構いなしにちょっかいかけてくる中国、韓国、北朝鮮、ロシアなんかの国は世界中の国から評判悪くなしね、あと金銀銅メダルなんかやめて
天皇賞、皇后賞、親王賞とかにしちゃってですね、日本にはエンペラーがいるんだよということを宣伝しなくっちゃ。世界唯一のティ・エンペラーがおわすんですよ。帝がいるんですよ。日本はインペリアルなんですよっていうことをもうちょっと宣伝した方がええんでねえかなんていう考えを持っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。